TV。 はい、こんにちは、サイフォン TV の萩原です。今日はどこにいるかというと、岩手県に来ました。こちら重力式コンクリートダムですが、岩手県営、県が管理している入畑ダムというダムに来ました。ここはね、なかなかちょっと面白いというか、普通の重力式ダムとちょっとこう、ちょっとね、いろいろ細かいところがちょこちょこっと違うところがあって、面白いなと思っているダムなので、立ち寄ってみました。ちょっといろいろ歩いて見学してみたいと思います。最初にじゃあスペックをちょっと簡単に紹介します。ここに書いてあるので、入畑ダムです。岩手県の北上市にあります。重力式コンクリートダムで、岩手県が管理する県営ダムです。高さが80メートル、県営ダムにしては結構、都道府県管理のダムにしては結構大きいダムだね。で、低張長が233メートル、それから建設に着手したのが1974年で、完成したのが1990年だそうなので、もうすぐ30年ですね。目的は、洪水調節と、それから流水の正常な機能の維持、 FNAWAP でいうと N ですね。それから水道用水と工業用水と、あと発電もやってます。だから、FNWIP かなという感じですね。いや、今日はなんか天気もすごいね、ちょっと風があるんだけど、こう秋の空って感じですね。雲が浮かんでて、で結構紅葉がね、岩手県まで来たら結構紅葉がなかなかすごくて、ちょっとかなり涼しいというか、結構寒いんだけど、まあギリギリ上着なしでもいけるかなぐらいの気温で、なかなかいい感じです。それで、このダムなんですけど、個人的にちょっと面白いデザインだなと思うところは、放流設備が天場にいわゆる自然越流式の、非常用洪水掃きだね、がずらっとこういっぱい並んでるんですけど、真ん中にオリフィスゲートなのかな、あれ多分常用洪水掃きだと思うんだけど、2つ放流するところがあって、多分ゲートがついてると思うんですが、ここにね、もう一個、ここにね、もう一個両サイド、左岸側もね、右岸側も両サイドにクレストゲートがついてるんですよね。1個だけ、あ、だから1個っていうか、左岸側右岸側両方に1個ずつ、だから2門ついてて、それがね、面白いなぁと。で、両脇が1段下がってて、これがだから冬の非洪水期の常用洪水脇なのかな、多分。なのでおそらくなんですけど、ここの、そのダムの、あ、今ちょうど管理事務所の方が車でいらっしゃいましたね。ここのダムの、その、まあ、治水的な使い方なんですけど、多分、いわゆる非洪水期、今、10月の終わりなんですけど、洪水調節をしないような時は、おそらく真ん中の、オリフィスゲートを閉じておいて、まあ、なるべく水をたくさん溜めたいので、オリフィスゲートを閉じておいて、でこっちのクレストゲートを開けておいて、まあそんなに大雨は降るような時期でもないんで、溢れる分はもうここから勝手に溢れるというような感じかなと。で、夏の洪水調節をするような、いわゆる洪水期の期間は、多分逆に今度こっちを閉めて、あっちの真ん中のオリフィスゲートを開けておいて、自然調節をするのかなと。あそこのオリフィスゲートの高さを超えた分が放流されて、で、あそこから放流される分は下流に流して安全な分で、それを超えていった分はどん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 溜まっていって、で、ここの非常用洪水脇の部分にから溢れ出るまで洪水調節をすると。まあ、もっと厳密に言うと、非常用洪水脇を超えてもまだ洪水調節をするんですけど、まあ、そんなような使い方をするのかなというふうに推測
します。なかなかねこの左右にゲートが分かれてクレストゲートが分かれて配置してるっていうのがねなかなか面白くて、でこの巨大なコンクリートの壁の両脇にこのいわゆる停止導流壁っていうんですけど、この両脇から溢れ出た水をこう斜め下にこう導いていくこの壁と階段状の部分で受け止めて、下流に流していくっていうね構造はなかなか面白いなと思っています。真ん中辺にねクレストゲートがついてたりするダムはすごくよくあるんだけど、いやこういうデザインねここしか僕知らないっすね。他にあるかなどっか。なんか自動的に放送しているダムの紹介かな。ダムの高さは80メートル、長さは233メートルの重力式コンクリートダムで、233メートル、岩手県県土整備部が作るダムとしては遠野市の遠野ダム、久慈市の滝ダム、盛岡市の綱取ダムに次ぐ4番目のダムです。ダムによってせき止められる下東川は温山系の東端に位置する京塚山に源を発し、やがて和賀川に合流する北上川水系の一級河川で延長 22.2km、 がここの流域面積この水位を保つためにこの辺に水門が開いてて、で上横水脇はここに開いてるということかなと思います。結構大音量だな。あとねさっきから見てるんだけど結構地元の人っぽい人がね入れ替わり立ち替わりみんなダムを見に来てるんだよね。このね今日平日なんだけどこんないっぱい人来るんだね。これがクレストゲート。これ触れるんじゃん。クレストゲート触れる。ローラーゲートだけど面白いね。面白い形をしてる。なんていうかローラーゲートっぽくないっていうか。貯水池はこんな。結構風が強いな。これは雨のせいなのかどうなのかわかんないけど湖は結構白っぽく濁ってるね。入浴剤みたいな色をしてます。結構紅葉がなかなか。ああすごい。しかもここほらすごい、ちょうど川がこの山からこの先ちょうど山から平地に出ていく、平地というか丘陵地帯というかに出ていく出口の部分にのちょうど狭くなっているところに作られてるんだね。すごいなぁ。これ分かりやすいなぁ、この地形。これあれだね、地盤がどうなのか分かんないけどすごく地盤が良ければもしかしたらアーチダムでも行けたんじゃないかっていうぐらい狭い谷だね、ここ。おお放流してる。あれはおそらく、下に発電所があって、発電所も今放流している、発電して放流しているみたいなので、今あそこの下から放流してるのは、なんだろうな、下流で必要な分を発電と合わせて放流しているのか、それとも貯水池の水位を保つために放流しているのか、ちょっとわかんないですけど、発電プラスアルファで放流してますね。でもあれか、非洪水域だから別に貯水池の水位を保つってことはないかな。やっぱり下流で必要な分があるのかな。いやー結構ね人がいっぱい来ててダム好きっぽい人いっぱいいますね。なんかあれあれあれまたひょんなところで何やってんですか、こんなところで。いやもちろんダム見学。ダム見学ですか。これちょっと今逆光だな、逆光だな。
顔が見えない。ああ、はい、ああ、宮島さんじゃないですか。何やってんですか、この。また、ご無沙汰です。ご無沙汰。この間、ヤンバで、この間、ヤンバで会ったばっかりですね。まあ、多分、萩原さんのことだから、ここら辺に今日いるかな。今日はこの後どこちらへ。この後はもちろんユダだ、ね、ユダですか、はい、はい、あのじゃあ多分向こうでもお会いすると思いますが、そうですね、じゃああと3時間後ぐらいで、そうですね、はい、どうも岩手で東京の人と会うと面白いな。これが多分そのいわゆる洪水調節用の、いわゆるだから洪水調節用の、放流口の今閉じているゲートだと思います。これがそのゲートを巻き上げるワイヤーだね。それは2本ついてます。なんで2問なんだろう。下流にこの放流する、いわゆるその、これがだからいわゆる常用洪水橋かなだと思うんですけど、2問。さっきね、あそこの案内板には常用洪水橋っていう書き方はしてなかったと思うんですが、そして福ダムが、まああそこにあって、いやーすごい狭くなってるね、ここの谷が。こっちが左岸側のクレストゲートだね。色がまたなんか独特だよね、ちょっとピンクっぽい、紫っぽいピンクというか。いやーなんというかコンクリートの壁感がすごいね。コンクリートの塊っていう感じ。ここ結構重力式コンクリートダムの中でもこうなんというかデザイン的に独特だし、それからシルエットがすごいシャープでなかなか素敵なダムだなと思います。あ、あとなんかよく見るとライトアップの設備もついてるね。ライトアップとかやるのかな。というわけで入畑ダムこんな感じなんですが、もうちょっとね、やっぱりここも下流がやっぱりこの地形をしているので下流の直下から見れないんですよね。なのでもうちょっと下流から見たいなと思って、一応今日ドローンを持ってきてるんですけど、風がねかなり強くてちょっとどうしようかな、これちょっと危ないね。この風、雲の流れもすごい速いし、この後の予定もあるのでちょっとだけ待ってみて、風が収まってるようだったらちょっと飛ばしてみようかなとも思いますが、ちょっと収まらないようだったらちょっと今日はドローンを諦めようかなと思います。あ、そういえば入畑ダムはこの左岸側のね、あの山の上、多分もともとこのダムを作る時の、多分ケーブルクレーンの敷地だった場所だと思うんですけど、あそこがね展望台になって、あ、なんか今人影が見えるな。展望台になっているので、あそこにもちょっと行ってダムを眺めてみようかなと思います。いやそれにしても人がいっぱい、平日午前中なのにこんなに人がいっぱいいるなんてすごいね、地域の人に愛されているダムなのかもしれないですね。よくねこういうクレーンの跡地を使った展望台、ダムの展望台って結構あちこちにあるんだけど、ここはね結構枯葉はまあいっぱいありますが、ここは結構ね綺麗に整備されてる方だと思うんだよね。あと眺めが、実際その展望台と言いつつそんなにダムが眺められなかったりするところも少なくないんだけど、ここは結構ちゃんと眺めもねバッチリダムが見えて、なかなか良いなぁと思います。ここ登ってみよう。これ
なんだろう、これもうちょっと前に作ってくれるとよかったかもね。あ、でもこっちはこれね、山を眺めるのにすごくいい。というわけで展望台から見るとこんな感じです。多分ここがね、もともとそのこのダムを作るときにクレーン、多分対岸とこっち側をワイヤーで結んで、その間をこうバケットをね、こう行ったり来たりさせてコンクリートを打設していく、そのケーブルクレーンっていうのが多分ここの上にあったと思うんですけど、多分その後なんじゃないかなと思うんですが、そこを活用したまあ展望台になっていて、まあ、こんな感じで湖も山も、堤体も一望することができます。なかなかいい眺めの場所。ここのダムはね、結構大雨の後とか、それから春の雪解けとかね、結構放流してる姿を見ることもできるので、放流もね、ここから見るとまた全景が見えてなかなかいい景色だと思うので、ぜひ足を伸ばしてみてください。はい、というわけで、入畑ダムを見学しました。ね、ちょっと残念ながら風が強くて、やっぱりドローンを飛ばすのはやめました。まあ、またね、例えば放流してる時とか春先とかにもう一回来て、ドローンで撮影をしたいなと思いますので、またその時は動画作りますのでよろしくお願いします。結構ね、面白い形をしているダムなので、なかなかね、まあ人によって好みはあるかもしれないですけど、僕は結構ここのダムいいなと思います。放流している姿を見ることも結構できますので、ぜひね、ここは、ちょうど大きいダムでいうと、岩手県の伊沢ダムとそれから湯田ダムのちょうど間ぐらいにあって、1日でね、湯田ダムと伊沢ダムを見学しようと思うと、ちょうどこの近くの道を通るので、ぜひそういう時にでもね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。というわけで、この動画がいいねと思ったら、いいねボタンぜひ押してください。それからチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。